いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、うわただよ、本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは山崎製パンより2020年10月13日にローソン限定で発売された鬼滅の刃ランチパック、炭治郎のメロンクリーム、ねずこのいちごクリーム、本体価格139円、税込み150円。こちらをご紹介したいと思います。ピンク色のパンにはねずこのイメージカラーのピンク色のいちごクリームを、もう一方のパンには炭治郎のイメージカラーの緑のメロンクリームをサンドしました。炭治郎のメロンクリームとねずこのいちごクリームというふうになっております。すごいですね、絵もちゃんとカラーになってます。劇場版鬼滅の刃無限列車編、2020年10月16日公開です。その晴れ悪魔断ち切れ、菓子パンとなっております。アレルゲンは乳成分、卵、小麦、大豆となっております。内容量は2個です。製造者は山崎製パンとなっております。カロリー1個当たり、メロンクリームの方がカロリーは116キロカロリー、いちごクリームが117キロカロリー、炭水化物はメロンクリームの方が 20.4g、 糖質 19.9g、 植物繊維が 0.5g、 いちごクリームが炭水化物が 20.2g、 糖質が 19.6g、 食物繊維が 0.6g の目安です。では開けていきたいと思います。こちらは沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません。鬼滅の刃タイアップ商品、緑色のメロンクリームとピンク色のいちごクリームをサンドしました。パッケージデザインは全3種類あります。こうなっております。いちごとメロン色をついています。クリームの方、いちごからいきます。ちょっといちご入ってんだ。いただきます。うん、おいしい。さあ、こちらがメロンですね。メロンクリーム、ね、いただきます。うん、やんです、うん、びっくりしたね。いちごの方にいちごのクリームだけ入ってるのかなと思ったら、いちごも入ってた、いちごの果肉が入ってたというね。まあメロンもね、メロンの果肉まあ無理ですね。いやでもとても美味しかったです。やっぱりこのいちごクリームとこのメロンクリームそれぞれ再現、まあこれ鬼滅の刃と関係あるかといったらまたね、もうカラーだけという、うん、まあそんな気がしますけど、相性もどうなんだろうね。まあフルーツだからフルーツって気がしますけど、スイーツ感覚にぜひ食べてみていただけたらなと思います。この動画が面白いなって方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれればまた喜びます。ではチャンネル。